超コロコロのホタテです。ご飯が炊けました。綿です。これはちょっと綿の残り、お刺身の残りの綿を今最後の、加熱しています。綿がまた美味しいんですよ。ご飯が炊けました。開けてみましょう。ぴょん、フィフィー、フィフィー、フー、できました。ご飯美味しそうです。ここにあの焼けた時のホタテの汁を入れて混ぜてみようかななんてちょっと思ってます。香ばしくなるんじゃないでしょうかね。貝焼きのお汁ですから、貝焼きのお汁入れます。うわおー、よいしょ。これはうまそうだ。これをいただくことにします。いやー美味しそうです。あ、焼くとでもこんなコロコロなんだよね。炊き込みご飯にした貝はどうでしょうか。あ、こんな感じです。お、わ、ちょっとご飯が、ちょっと蒸らしがあれ、ちょっと汁多すぎたかな。ちょっと柔らかめになってしまいました。しまったです。ホタテの周りの水分が異常に出てます。わ、ホタテの周りの水分が異常に出ています。逆にこういう時は混ぜてしまった方がいいんです。ちょっと焦げが出しています。逆にこうやって混ぜてしまって水分を飛ばしましょう。わ、すごいです。ホタテは弾力があるみたいです。ということは、おしゃもじでもばらけません。すごい弾力があって、わおわお、少し崩さなきゃな、いくらなんでも。えい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 、すごい弾力です。あ、これはね、ちょっとご飯が、私ちょっといい加減にやってしまいました。柔らかそう。でも硬いよりいいよな。あ、ホタテの水分が思いのほか出るんですね、水が。そうです。さっき焼いた時もジャバジャバ出てました。新鮮だからこそ出るエキスですけど、このご飯にもいっぱい出てしまいました。あ、少しばらけてきました。ホタテが少しばらけました。よし。これで、ホタテの炊き込みご飯です。本当じゃがいもなんか入れちゃったりすると、北海道のじゃがいもとか入れてもね、一緒に炊いたら汁がしみて、これもまた美味しいんです。やってみてはいかがでしょうか。ホタテの、炊き込みご飯でした。よいしょ。